ナビムンバイは、ニューボンベイ、シンボンベイとしても知られ、インドのマハーラーシュトラ州の西海岸の市である。1972年に、ムンバイの双子都市、衛星都市として開発された。パームビーチ道路ナビムンバイは、世界的にも大規模な計画都市の一つである。総面積は344平方キロメートルで、ナビムンバイ自治都市の管轄地域としては163。 平方キロメートルである。ターネー川東岸の大陸部にあり、北はターネー近くのレリーから、南はウランまで広がっている。市の長さはほとんどムンバイと同じである。和市卿とレリー橋がナビムンバイとムンバイをつなげている。ネデルとウランの間に新しい連絡路が建設中である。ナビムンバイの開発コストのほとんどが和シとネデル地域にかけられている。その結果、 和紙は、ナビムンバイの王、ネルルは、ナビムンバイの女王として知られている。ナビムンバイの人口約110万人のうち、約60万人は、ネルル、約40万人は、和紙に住んでいる。残りは、ベラッパー、カーガー及び、コパーク編とその周辺地域に居住する。ナビムンバイは、ムンバイ大都市圏の一部であり、アジアの中でも、最も裕福な地域の一つとして評価されている。 ナビムンバイや系ナビムンバイは多くの姉妹都市を有している。ありがとうございます。